はい、坂本です。今回は1万歩歩くより寝て足振りするべき理由とその方法を実践していきます。いつまでも自分の足で歩くためには足の筋力が大切になってくるんですが、実はそれだけではいつまでも歩き続けることが難しく、下半身の衰えに関係してくるのは筋力だけではなく、実は体のある部分がちゃんと動いているかというのがすごく大切になってくるんですね。そしてそのある部分というのがどこなのかというと、足の関節、特に股関節、膝、足首、この3つの関節になってきます。ここがどれだけ動いてるかというのが下半身の衰えに対して足の筋力と同じぐらいか下手をしたらそれ以上に大切になってくるので、では今からですね、なぜそんなに大切なのかということと足振りトレーニングを実践していきましょう。はい、じゃあまずですね、なぜこの3つの関節が筋肉と同じぐらい大切なのかというと、いつまでもですね下半身を自分の思い通りに動かすために大切なのは確かに筋肉ではあるんですけれども、筋肉というのはですね、結局足のこの関節がですねしっかり正常に動くことによって筋肉もしっかり伸び縮みして動くようになるわけなんですね。なのでどれだけ筋力があったとしても、しっかり関節が動いていないと足の力というのはですねなかなか思い通りに発揮できないんですが、それ以外にもですねこの関節がしっかり動かないといけないわけというのがあってですね、それが何なのかということなんですが、例えば膝とかだったら分かりやすいかなと思うんですけども、そもそも膝の曲げ伸ばしができなくなってしまったら、もうその時点で足の筋力がどれだけあったとしてもかなり動きづらくなるというのは分かると思うんですね。例えば曲がったまま伸ばせないとか、逆に伸びたまま曲げれないとかになってしまうと、歩く時に膝が伸びたままだとこんな感じになってしまいます。これだとどうなるかというと、足に凄まじくこんな歩き方したら負担がかかってくるようになるので、ここのこのクッションが一切使えなくなってしまうわけですね。こうなると筋力があるない以前に足の故障にすごくつながってきますし、逆に曲がったままだったりすると地面からの衝撃というのはさっきのピンと伸ばした状態に比べたらまだ吸収できるにしても、常に膝を曲げるとここに力がかかり続けているというのがわかると思います。この状態でずっと生活しているとここにですね負担がかかりすぎて、これは足の故障とかにですねつながっていきやすいということになってしまうわけなんですね。このように関節というのはですねしっかり曲げ伸ばしすることによって足の筋肉を正常に動かして力を発揮するという役割もあるんですが、正常に動くことによって足がですね故障してしまう確率を減らすという役割もあるわけなんですね。足首で言えば地面に一番最初につく部分になります。この足首がしっかり動くということはですね、地面についた衝撃を一番最初にここが吸収するということになるわけなんですね。それがなくなってしまうとどうなるのかというと、さっきの膝と一緒で地面についた衝撃が全部ダイレクトに上に上がってくるようになります。そうなると膝や股関節、足のいろんなところにですね負担がかかりやすくなってしまうんですね。この状態でさらに膝もですね固まったままだと、ここでも衝撃を吸収しない、ここでも衝撃を吸収しない、全部ここに上がってくる、こうなってくると足がどんどんおかしくなっていくということにつながっていくわけなんですね。さらに足首というのはですね地面の衝撃を吸収するという役割もあるんですけれども、ここが柔軟に動くことによって地面のデコボコした歩きづらい場所とか段差とかですね、ああいったところにも柔軟に動くことによって対応してバランスを取りやすくしているわけなんですね。でもここが固まってしまう人というのはそういったところがすごく苦手になります。傾斜とかに対してここが固まっているのでバランスが取れないので、そういうところで足をひねったりこけたり、歩きづらいから無理にこけないようにと踏ん張って歩くようになって故障したりとかしやすくなってしまいます。そしてそういう風に動くわけですから、すごく疲れてすぐ歩けなくなってしまう、こういったところをですね足の筋力の衰えと勘違いしてしまう、こういったケースがすごく多いんですね。なのでこういった足首もですね膝と合わせてしっかり柔軟性、筋力だけでなく大切になってくるというわけなんです。そしてこういった股関節ですね、もうここは足の付け根、そもそもここがしっかり動くということが足を動かす一番の元になってきます。ここが固まっていると正直その先どんだけ何が良かったとしても、なかなか自分の思い通りですね一生歩き続けるということが難しくなってしまいます。そしてここが動かないとこの動きがあまり出せないということになるわけですから、こんな風になってしまいやすいんですね。ということはこれくらいの歩幅で歩ける人に比べて、ここに到達するのにこういうふうに何歩もかかるわけなんですね。そうなると単純にですよ、普通にここが動く人が1歩で行ける距離を3歩必要だったとしたら、むちゃくちゃ単純に言うと3倍歩数必要になるわけですから、それは疲れるようにもなっていきますということなんですね。しかもこの動き方というのもこういうふうにちょこちょこ歩くわけですから、足があまりしっかり上に
上がらない歩き方になるので、こけやすくなったり、さっき言った段差とかですね、地面の凸凹したところとかの動き方も苦手になっていきます。そうなるとさっきの足首とかと一緒なんですけれども、足が故障しやすくなったり、同じ距離動いてても疲労感や疲れを感じやすくなったり、疲れが取れなくなっていくとかですね、そういった様々な症状を引き起こしてしまうんですね。でこれらをほっといたまま足の筋力だけ鍛えてもやっぱり無理があるんですね。なので筋力を鍛えていくというのは全然いいんですけれども、それと合わせてですね、こういったところもしっかり動かして、動く状態を維持しておくということがですね、必要になってきます。そして大体ですけれども、どこか1箇所が固まり始めたら、時間差で2箇所目3箇所目と固まっていきやすいです。そこで止まるということはなかなかないです。例えば50代ぐらいで足首の動きが悪くなってきた人というのは、55歳60歳になった頃には膝の動きも悪くなっていて、65、70になる頃には股関節の動きも悪くなっている。それに合わせてちょっとずつ足も動かなくなって、これを解決するためには、実はここをしっかり動くようにしていけば解決するのに、それは年齢から来る筋力の衰えだと考えてトレーニングを頑張ってしまう。でもあんまり解決しない、こういったことがよくあるわけなんですよ。だから全てがですね、筋力だけが原因というわけではなくて、こういったところにも目を向けていくということをですね、今日から意識して、こういった関節というのは日々少し動かすという意識を持つだけで結構ですね、動くようになっていくので、ちょっとずつでいいので動かしていくようにしてください。でそのためにですね、今からやってほしい足振りトレーニングというのを実践していきます。このトレーニングは1日1個ずつやってもらうんで構わないです。余裕がある人は一気に全部やってもらっても構わないですけれども、これも自分のペースでですね、やっていくようにしてください。じゃあまずこのように寝転がってもらってですね、足の股関節を意識して、足をですね、斜め上に上げて戻す、こういう感じですね。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。このように足を斜め上に上げて戻していきます。これも動かすのはですね、股関節を意識して、できるだけ他のところですね、力を入れないように意識してやっていきましょう。ここまで上げれない人はですね、もちろんもっとこういう低い範囲でこれぐらいでやってもらっても全然構わないですからね。はい、 OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。はい、じゃあ次はですね、足をこのように上げてもらって、この状態で足の力を抜いて、膝をですねこのようにパタパタさせて動かしていきます。かかとをですね、一回一回お尻にぶつけて、ぶつけた反動で戻していく、これぐらいのイメージでですね、力を抜いて動かしていきます。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、足をこのように上に上げてもらって、手とかですね支えてもらっても構わないです。この状態で次はですね、足首をですねこのようにプラプラと振っていきます。これをですね30秒2セットですね。今からいきましょう。今度は足の力を抜いてですね、足首をプラプラと動かしていきます。両足上げるのがしんどい人は片足ずつですね、このようにやってもらっても構わないです。膝はこの時全然曲がってても構わない、力を抜いて足首を動かす、この意識を持ってください。
はい、 OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。